どうもハピネスタークのハピネスです。ウォーフレームの初見実況プレイシャープ151やっていきたいと思いますので、よろしくよろしく、これが編み出したよろしくダンス。今回ですね、まず最初にちょっと、ご報告兼ねてね、やりたいなって思うのが、まあちょいちょい生放送とかでもいろいろ協力してもらって完成した武器がねたくさんあるんですけれども、その中でもまあ自力も含めてるし、自分でやったの部分もあるし、まあ協力してもらって完成した武器もあるよっていう感じの中での、制作完成物を回収したいと思います。はい、まずバンスイープライム、いや3日前に作って3日後に完成しました。これほんと最高って感じですね。バンシープライムは音波を操作することにより敵に致命的な猛攻撃を加える。モッド曲線が追加されているため、より多彩なカスタマイズ…はい、じゃあ回収していきましょう。まあ今回使わないですけれどもね、生放送の方でリスナーたちと一緒に協力しながらやっていくと思います。さらにブラトンプライム、いやもうね、あのウォーフレームの初期武器がプライム化されている感じですけれども、最高ですね。クラシックなオロキン兵器のブラトンプライムはスタンダードモデルの火力とマガジンを強化したモデルである。回収していきましょう。ありがとうございます。で、一応ですね、まあいろいろと、まあ、持ってる武器も制作しているのはね、あのこの武器を使ってさらに違う武器に派生するよっていうのもいろいろありますので、それも含めて今制作しておりますね。はい、感染体武器やらいろいろで、イクイノックス、全てパーツ集まりました。ありがとうございます。そして自分おめでとうございますということで、ツイッターにもね上げさせていただいたんですけれども、まあ生放送を経て、まあ実際自分でやれよって話なんですけれども、あの協力してくださったねリスナーの方々がいらっしゃいまして、あの協力をして、で後日自分一人であと残りのパーツを集めるっていう感じで、まあ残りは2つぐらいだったんですけれども、それをなんとか全部出してね、今がっつり全て制作かけております。完成しないイクイノックスが、参戦しますので、そちらもね、まあ最初登場するのが生放送か初見実況かちょっとわからないですけれども、そちらもね楽しみにしていただければと思います。あと茨のパーツ、いつの間にか全て揃ってました。多分ねリスナーと一緒に潜入ミッション生放送で行った時に集まったんだろうなと思ったんですけど、はい、まあ2段を要求されてるのでね、2段抽出物を使うものはまだちょっと後日になりますけれども、今のところ制作できるニューロテックはもう制作かけて、あとはもう随時時間の問題って感じですね。そろそろイバラも完成します。はい、あとニカナプライム、こちらはですね、生放送でお世話になっている竹弘さんからですねパーツをいただきまして、ニカナプライム完成することができました。今本当に倉庫に入れられちゃってね、倉庫っていうのはレリックランダムで表示されると思うんですけれども、ランダムにこの中に入ってるよって、まあランダムっていうか決まってるんだけど、数字と中身は連動して決まってるんですけど、まあどれかが手に入るよっていうレリックがあって、で倉庫に入っちゃって、今現状その割っても中に入ってないから、そもそも手に入りませんよっていうパーツもいっぱいあるんですね。その中で、ハピネスニカナプライム余ってるからあげるよっていうことでね、いや大人の包容力を感じましたね。はい、オロキン皇帝が崩御する以前のイニシエの刃、それは何世紀にも及び失われた技術で、なんて読むんだ、鍛造されって読むのかな、現在のどのニカナよりも刃先が鋭いということで使っていきましょう。うわー、課金後ですね。ちょっと今月ねもう少し経たないと課金できないので、課金後使っていきたいと思います。そうでした、忘れてましたね完全に。じゃあちょっと最初にバンシープライムを眺めてからスタートしましょうか。はい、で最初にね、今回あのマスタリーランク17、不合格になりましたので、前回そちらをねクリアしていきたいと思います。まあちょっとフレームを変えてもいいかなとも思うんですけれども、ここは前回の雪辱戦も兼ねてゼファーネでいきますよ。まあ武装備はね、練習試験練習したんですけれども、その練習で合格した装備で活かしていただきたいと思います。って言ってもこれまで合格してきた装備となんだ変わりはないんですけれどもね。はい、というわけでこちらバンシー姉さん、かっこいいね。バンシープライム綺麗だね、すごい。これ使っていきましょうね、すごいかっこいい、やったね。これも結局こうリスナーとプライムパーツを交換する回みたいな、回っていうかタイミングがね、タイミングを設けてまして、みんなで、はい、そういうコミュニティもちょっと今作られたばっかりなのかな、うん、まあそういうのをやってこうよっていう感じに自然となってね、まあそのおかげでできたので、いや生放送様々ですよ、人とのつながり様々ですね。はい、じゃあそんな感じでもう5分経ってますので、早速マスタリーランクアップにチャレンジしてステージの方を進めていきたいと思います。海洋星の方もねステージ進めたいんですけれども、ちょっと先にね
クエストを先に終わらしちゃいたいと思います。さあ雪辱のマスタリーランク17。まあこの間にもねいろいろ武器レベルとかバンバン上げてるのでね、まあ、18目指していきますよ。よし、ちょっと前だからな、練習したの。でも4回練習して4回成功したから大丈夫。切迫した状況でね、すべて破壊してやりますよ。ゼファーネーでも練習でクリアしてます。なので大丈夫だと思います多分。はい、ボーナスタイムね、任せてください。俺のためのボーナスタイム、カモンベイベーっつって、はい来いよ。うわー、あぶねー。そう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 、最初にもあれなった。そうなの。はい、最初に破壊しちゃいましょう。さあ、オッケー、どこだいどこだい、みんなみんな早く早く、時間がないから、死んで死んで死んで。なんか練習と違う、練習と違うよこれ。めっちゃシビアなとこに出てんじゃん。ちょっと待って、爆弾、爆弾じゃねえ、爆弾っていうかなんかこうボーナスボール、ボーナスボール、マジ待って、やばい、これはこれはやばいやつだ。なんで上なのマジで、マジし、ねえいいからゼファーね、そんな溜めなくて。オッケー、浮遊するのはわかる、お前がお前が浮遊するのは気持ちはすごいよくわかる。オッケー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 ペース。遠い遠い遠い、バカ野郎。マジかよこれ。いや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 、意地悪にも程があるよ。いや待って、あぶね、全然殺せてないんだけど俺。やばくないこれ。いやー上はせこい、マジで。練習がいかに簡単だったかわかる。やばい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 、これはやばいやつだ。どけ、よし、オッケー、よし。ああ待って、壊せてない、あぶねー。ちょっと待って、マジでマジで待って、ようやく下に出てくれたか。あぶねえマジで。今日もどん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 バーサーカーの力借りてどんどん壊していこう。そこだー、俺によこせそのボールを、ありがとう。いやー合格なんか絶対する、合格なんか絶対しねって言いそうになった今。いやするんだ俺は、合格するために生まれてきたんだこのマスタリーランク試験を。いやーあと3体はもう時間を設けて潰させていただきます、ごめんなさい。よっしゃーしゃ、きたー、あぶねえ、素晴らしい結果です。以上でテストは完了とします。ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、はあ、大変だった、マジ大変だった、不合格になったと思った俺は、焦ったわ。てんてこまいでどうしちゃったの。オッケー、マスタリーランク17上がりました。ゲージも半分上がってますね。もう半分バンシー姉さんやらいろいろね、武器のレベルを上げつつ儲けてマスタリーランク18目指したいと思いますね。現在の最高ランクが25でね、まあ高ランクの方々もいっぱいいますので、その方々をちょっと目標にしつつやっていきたいと思いますよ。はい、というわけでですね、2番目の夢続きやっていきましょう。何があってもいいようにバルキア姉さんでちょっといきたいと思います。前回の実況動画の終わりでバルキア姉さんを自然と選んでたのは多分そういうことなんだと思う。そういうことっていうのはどういうことかっていうのは、うん、恋の人だったら絶対大丈夫だったのにっていう思いが俺の中で出たんだろうね。うん、このショットガンがめちゃめちゃ強い。でもね、今回何が来るか分かんないからね、ちょっとちゃんとした武器でいきたいと思います。オプティコでいきましょう困った時のオプティコ、よし、せいや、なんだっけ、月を防衛せよだっけ、防衛ミッションだっけ、いきたいと思います。月を防御せよ、はい、実行します。よし、ストーリーはもう分かってるからね、じゃんじゃんいきましょう。ムーン、あれ、なんかルアーに行けないようになってるけど俺、話聞かなきゃダメ、はーい、なんだよマジで、どうして行けないの、ルアー、よし行くぜ、やった、行きます、通信切ります、ごめんなさーいいい感じで通信が切れた。防衛ミッションだよね。でそこにストーカーも出てくるってことなのかな。いやー、これ月のステージも攻略していきたいね。手に入る素材はね、だいたい地球と同じみたいですね。いやーもう緊張しちゃう、うわー、すげー、勢力センティエントなの、クソめんどくせえステージじゃん、やばい、うわーすごい綺麗、ボイドの空が包んでる、うわ綺麗、ここ、うわやばい、ボイドコントローラーに向かう、ストーカーはボイド制御室へ方へ向かっています。追跡し、あ、通信がジャミング、ボイドを崩壊させるのだ、ボールよ、我が断片が沈降できるよ、天皇の心臓が彼ら自身の終焉を打ち鳴らし、いいえ、ボイドが崩壊すればリザーバーは損壊し、あなたも残りの天皇たちも失われるでしょう。なるほど、やばいんだ、ボイド制御室へ向かい、ストーカーを止めてください、任せてください、ストーカーを止めてくださいって、もうストーカーと戦ってくださいって言ってるようなもんじゃん。
うわー崩れてる。これストーカーがやった後っていう風に捉えていいのかな。邪魔だよー。おー何こいつら、なんか影をまとってるけど、なんなの。おー何影をまとってるのお前ら。ストーカーの使者になり下がったとか言うなよ。どういうこと。めっちゃやばいやばい。ブワーン、にゃー、俺がその鳴き声を上げたいよ。ブワーン、レベル30ぐらいだって書いてあったね。まあ大丈夫。どこだ目標地点。目標地点は、あ、600m 先。サクサク行こう。すげえなー、ここにもセファロンフラグメントありそうだね。いやーすげえ、遺跡戦とボイドの中間ステージって感じがするね。うん、やばいやばい、めっちゃかっこいい。いやー崩れてるね本当に。テン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 みたいな。いいねいいね。興奮の嵐が吹き荒れる。俺はバルキア姉さんこんにちは。いやテンションが上がりまくってる俺。さあ行きましょう。うわあ、何これ本当にストーカーが暴れた。あ、違うね、ストーカーが暴れたじゃない、月はもうなんか破壊されてしまって失われた星と捉えられてたんだもんね。なんであいつらなんか星まとってんだろう。ニューロードニューロード、いただきます。なんか煙まとってるねこいつら。シャドウ感染隊みたいになってる。しかもなんかワンパターンだね、いる敵が。このなんだっけ、センティエントじゃなくてエンシェントヒーラー含めてこの感染隊のやつらがチラホラって感じだね。なんでお前らなんだ。お、私はこんなことしたくありませんが崩壊が迫っています。もしリザーバーを存続させるのであればボイドの外へ月を引き出さなければならない。月の方向を再設定するためボイドコンパスを使ってください。わかりました。あ、こういう風に設定されてんだ。ちょっと待ってバルキア姉さん、じゃなくてロータス姉さん、クソったれが攻撃してきやがる。マジで空気読めよお前ら。よし、オッケー、空気は読んで奴らは撤退した。 OK、 よし行きますわよ行きますわよ。あ、合ってるね。よし出てくるからな、ストーカー。うわ来た、決して逃がさぬ。やばいやばいやばい、来た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 。うわあ、やばいお前マジで。あ、ダメなんだ、意味ないんだ。そう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 、アビリティは意味ないんだ。やばいやばい、制御を得るために字幕なんか読めねえだろ。はい、私が作業を仕上げている間あなたのシールドのそれらのパワーを供給してください。わかりました。なった、わかりました。なたくよ、我らの骨から兵器を作り出したであろう愚きの血をお前は信じるか。知らんわ。でもオプティコがよく聞いてる。はい、やばい、あぶねー、あいつ危なくない。どういうこと、なんかなんかやってる。ダメージが全然効かないんだけど、あれはやばい攻撃をしてくる予兆。もうやられるのも いって、何あいつ、え、なんか爆発した今。いとわない、やられることも。あいつセンティエントみたいにやっぱ攻撃を覚えるんだ。これはもうオプティコンが効かなくなってるってことだよね。うわすげえ、硬波硬波飛ばしてきやがったこいつ。あー怖い、やばいやばい。お、何あれは、何なの、めっちゃかっこいいんだけど。オプティコン効かないよねこれ。あ、効いてる効いてる、倒せるぞあれ。やばい、センティエント並みの攻撃してきやがる。おお何すげえ、あぶねえ、倒した、倒してないね。あれセンティエントの攻撃じゃん。やばいやばい、ストーカーがマジかっこいい、やばいな。オッケーオッケーオッケー、ただ耐性はできてるけどオプティコンはかなり火力で効いてるんだね。前回のセンティエントがほんとひどかったからな、あれがやばい、あのアビリティが。これまでのアビリティも使うし新しいアビリティもバンバン使ってくるんだね。こんなやつ近く寄れないだろ。あぶねー、マジやられるとこだった。意味はないんだけどね。オッケーオッケー、鈍速状態にはなってる。これは効くの、あ、これはやっぱあしますよね。ういー、オッケー、よし、オプティコで狙っていこう。一気に決着つけるぞ、決着決着つけるぞ。硬波がやばいマジで、効かないかあまり。あいつは今無敵状態なの。わーお、ビビった、なんか投げてきやがった。お前邪魔だ、どいてくれ。やっべー、ヘリオスが、うわーやばい、あっぶねー。テレポートやってきやがった、ムカつくこいつ。すげえ焦った、あぶねえあぶねえ、エンシェントヒーラーが邪魔だ普通に、あぶねえ。よしオッケーオッケーオッケー、すげえな。よし効いてるぞ、効いてるっちゃ効いてるんだよね。そう、ただあんまり攻撃受けすぎんでもやばいしみたいな。隠れるな、ここストーカーの戦場としてマジぴったりなんだけど、当たらね、こうやばいんだ、やばいな、分かってんだよ。うん、なんかグレネードみたいなのがやばいね、棒番先生じゃないけど。まあまあ効いてる、まあちょいちょい効いてる。
あいつが動きを止めたらやばいね。硬派に当たるのもやばそう。グレネード硬派はやばい。もう完全にオプティコ効かなくなったね。完全にオプティコはダメになった。でもあとちょっとなんだよな。倒したいな。うわ、危ねえ。あれは攻撃を防いで、ニクステーサーみたいな感じかな。うわっと、なるほどね。蓄積したダメージをあえて返してくんのか。なるほど、気をつけよう。あれはマジでやばいやつだ。近接も行きたいけど大丈夫かな。あぶねえ。近接行きたいけどやばそうだな。エネルギーを回復してやっていくか。それで行くか。やばい、あぶねえ。シュートだった。やばい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 。寄ってっちゃったよー。あー、やばい、死ぬ俺。死ぬ死ぬ死ぬ。やばいやつ、あぶねえ。すっげえクソアップね、あいつ。あれグレネードのやつ違うか。危ねえ、死ぬとこだった俺。危ねえ危ねえ。うわ、余計なの来たな。ちょっとこれは倒せないと見るべきか。ちょっとストーカーさん来ないでね。今大事な時。よし、オッケー。よし、最大 HP 削られるのはマジでやばい。あいつにとどめを刺される可能性も大。いや、ここ何気に地形がね、狭いんだよな。あんなん食らったら俺死ぬよ。まあプライム系で来てますから僕も。やばいやばいやばい、あの光何気に強いから。うわわわわ、速度上がってねえ。なんか危ねえ。ちょっと今回実況動画これで持っていかれますよ。時間はこいつは絶対倒す俺。危ねえ。弾も回復できるしね。やばい、あのグレネードはマジやばい。正確だからな、かなり投げ方が。あれやばいだろ。ちょっと見失っちゃったけ。危ねえ危ねえ。アイテムは辞さないね、使うのは。あいつもアイテム使ったような HP だから大丈夫だよね。やばい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 、くんなくんな。はいはい、うん、危ねえ。でも確実にね、効いてるんだこのプライムが。よくよくよく効いてるんだ。近寄られるのはマジやばい。危ねえ、あのアビリティがちょっとやばいよね。危ないよね、食らいすぎんのはやばいよね。ういっちゃ、危ねえ。また来たか、エンシェントヒーラーエクシマスがマジで邪魔だ。やばい、あれはあれか、グレネードか。危ねえ、爆風はそんな高くないみたいで。やばい、横にいるよね。危ない危ない。オプティコで始末しようこいつは。よし、オッケー、一撃ナイス。危ねえ、光放つやつも来てたこっち。うわっと、危ねえ。あの時無敵状態だからな。おお、ちょっと当たったな。もうオプティコ効かない、完全に無理。霊気ダメージ入ってるな。やばい、グレネードだ。よし、あれは覚えたよ、あのモーションは。これわざとだろこいつらが来んの。まあいいけどさ、来てくれてもいいですけど。よし、オッケー。どこ行った？あそこか。はいはいはい、来てください。あれでちょっと動きを止めさせて攻撃して始末というね。モーションを離す時もあいつあれだから。硬派やばい、硬派危ない。よいしょ、危ねえ。あのレーザーちょっと気をつけようね、マジで。オプティコ効くかな、まだ。25。オプティコが25しか効かないのはマジでやばいな。でも確実にほら、減ってる減ってる。よし、グレネード来るぞ、グレネードが来るぞ。気をつけろ、あの光に気をつけて。あんま攻撃しないから大丈夫。うん、オッケー。おおおお、やばいやばい、エクシマスがいる。いや、邪魔邪魔邪魔。いやー、待って待って待って、エクシマスさん、あと回し、ちょっと先に始末しないと。あー、やばい。すぐに、うお、2本放ってるぞあいつ。すぐに始末がつかない、強いなさすがに。あー、待って、余計なことすんじゃねえよバカ野郎。よし、オッケー。おお、やばい、強力な武器で来て正解でしたね。よし、オッケーオッケー。よし、オッケー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 。危ねえ、めっちゃ怖え。大丈夫大丈夫、今引っかかってるぞあいつ。うっと、光のやつか。危ねえ、こっちに出してくんだね、ぴったり。こっちのいるとこぴったりにいるよね、真下に。危ねえ。よし、オッケー。うっと、テレポーティング今やってきた。今ギリギリ大丈夫だったね。あんま離れすぎるとやばいんだよね。うわーっと、おー、突っ込んでったけど大丈夫。なんか2本出すようになってるあいつ、グレネードね。はい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 、覚えましたよ。オプティコン当てた後のグレネードはやばそうね、マジでダメージが尋常じゃないぐらい食らいそう。はいはいはい、やばい、2とかしか効かない。
本当は近接で行くのがいいのかもしれないけど、危ない危ない、よし、おお効いてる、いいぞ。ああ食らったらやばそう。近接武器も含めていくか、危ねえ。うわグレネードかなあれは、やばいやつ、いでででででで、離れると本当にテレポート技やってくるね、逃がさねえぞって感じ。やっぱ倒さなきゃいけないようになってんだよね、やばい。ここでかよ、攻撃しようと思ったところにグレネード。おおよかったよかった、アホでよかったぜ。来いよ来いよストーカー、よいしょ倒した、よし、お前は必然を止めることはできない、よっしゃ倒したぞ、やった、危なかった。いやあの力をもってしても倒せないことを悲運に思いなさい。お、なんか語りかけてくんだけど、こいつ何